安京外交に一島は、中西南道大安軍近境面に属する島で、低田半島末端に位置する。面積1.678平方キロメートル、海岸線の長さ7キロメートル、2011年現在、人口は930名、480世帯である。大安軍庁から15キロメートル、近境面から1キロメートルの距離にある。高麗西州の時、 海岸防備のために万古町を設置したところ、その後より住民が居住し始めたという。朝鮮時代には安境面一面に属し、1914年の行政区域改変に伴って近境面新津島里になって今日に至る。島は最高点の高さが132メートルであるものの、総じて低い丘陵性産地で成り立っている。東側は、 海が大きく湾入しており、方々に突出部があって、東南部海岸は海色がけをなす。気候は寒所の差が激しく、冬は雪が多く降る。1月の平均気温は低、摂氏2.8度、8月の平均気温は摂氏25.6度、年降水量は996ミ、mm、リメートルである。集落は北西の新津村と東の荒れ木村に密集しており、 土地はほとんど林野だが、観光資源として開発され、新たな観光名所としての位置を占めた。土地利用現況は、畑0.03平方キロメートル、電0.07平方キロメートルである。住民たちは大部分が、漁業に従事しているが、観光地として知られるに従って、飲食及び宿泊業に従事する人々も多い。主要水産物は、カタクチイワシサワラオノガイか。 ガザミなどであり、沿岸飛カたちと浅い水深を利用して養殖業も行う。教育機関として、初等学校の分校2校があり、警察駐在所もある。島内施設は、船着き場が1箇所、防波堤が1箇所ある。市内バスが1日7回運行されている。1995年、ニー大橋開通で陸とつながり、車両通行が円滑になって、ニー港は、 第二志港湾として多くの漁船が停泊している。ありがとうございます。